皆さんこんにちは、合格サプリ TV MC のヤマビです。今回の企画は東大あるある、イエーイ、ということで皆さん大好き東大のあるあるをちょっと聞いていこうという回なんですけども、はい、じゃあ自己紹介お願いしてもいいですか。はい、合格サプリ編集部東京大学文化一類2年の田島です。同じく合格サプリ編集部、実は私は東大は不合格だったんですけど、はい、慶應義塾大学文学部3年の西村です。あら、西村さん東大落ちで、そうなんですよ。あ、そうだったんですね、はい、実は。なるほど、ちょっとじゃあ今回少し歯がゆい企画かもしれないですけど、す、ね、いいですか、聞いてもらって。はい、ちょっとあるある知りたいなって思ってるんで、はい、楽しみです。誰もが知ってる東大なんですけど、まあ、このリアルな、ね、一面をちょっとお伝えしたいと思うんで、東大のあるあるたくさん、お伝えしていければと思うんですけど、じゃあまずその1、ではまず東大駒場キャンパスあるある、その1、銀杏が臭すぎる。本当に臭いんですよこれ、あの駒場キャンパスの一番メインのロードがあるんですけど、はい、ここが本当に銀杏並木になってて、はい、で大量の銀杏が秋に落ちるんですけど、これもう靴に入って、靴の溝とかに入ったまま、はいはい、学食とか教室とかどこまでもついてくるんですよ、はい、本当に。え、東大って日本一の場所だと思ったんですけど、実は日本一臭いんですか、もしかして。いや、秋の駒場は最高ですね、はい、本当にそうだったんです。これはちょっと意外です。しかもなんなら降ってくるんで、あ、銀杏が、そうなんですよ。いや、危ない危ない、バイオテロみたいなとこに東大のシンボルがイチョウなんですけど、はい、そうなんですよ。だからこれもしイチョウじゃなかったらもう全部切ってほしいなって思っちゃうぐらい、はい、もう東京自体もイチョウなんで、ね、んで、ちょっとこれは変えられないですかね。そうね、あ、そっか、じゃあもう東大の銀杏臭さはもう切っても切り離せない感じなんですね、実は。はい、うまいこと言いますね。いやいやいや、本当にね、もう、え、これ知ってました、この東大市。はい、私も分からなかったですね。他の大学にも一応ってあるのかなって思ってたんですけど、はい、そんなに東大がひどいとは分からなかったですね。慶応も一応並木ありますよね。そうなんですけどね、そんなに気にしたことなかったんですけど、確かに、あの、向こうも噂なんですけど、うん、あると思うんですけど、うん、そんなに多分東大本数多いですよね、確かに。確かに、うん、これは結構重要なあるあるです。ありがとうございます、うん、はい、次いきます。東大あるあるその2、自然が豊かすぎる。これは結構困るんですけど、はい、虫はもう今、はい、特に換気が窓開いてるんで、はいはいはい、入ってくるんですよ、どんどん。それだけじゃなくて、はい、まあ、猫いますし、はい、タヌキとか、え、あとヘビとか。え、東大山本大学だったんですか。いや、はい、本当にあの、はい、特にあの本郷の、はい、本郷キャンパスの方の池で、はいはいはい、ヘビ見たことあって、はい、であと駒場でも池ありますし、はい、うんうん、教室の中にトカゲが入ってきたことあって、はいはい、中国語の授業を受けながら目の前にトカゲが歩いてるのをずっと見てたんですけど、いや、これはあの、皆さん東京大学の話ですかね、山奥の大学の北海道大学とかの話じゃないですから、これは。いや、だって駒場キャンパスも本郷キャンパスもまあまあ東京23区内で、もう渋谷が近かったり、いいところにありますよ、どちらも。僕出身岐阜なんですけど、はいはいはい、岐阜の小学校でも中学校でも高校でもさすがに教室にトカゲはいなかったんで。いや、トカゲはいないですね、はい、ヤモリとか沖縄とか、ね、まあ、島とかいますけども、はいはい、すごいですね、これは。だってこれ女性だったら嫌じゃないですか、ちょっとなんか。そうですね、嫌ですね。でも私山梨出身なんですけど、あ、そうなんですね、はい、玄関の前にヘビとか普通にいたんですよ。あ、そうなんですね。じゃあもしかしたらちょっと合ってるかもしれないそう、はい、ちょっと東京寂しいなって思ってたんで、あ、逆に、逆にいいかもしれないです。そうですね、死んでも死んでいたからやっぱ楽しむ東京大学とかいいですね人間に害を及ぼしてくるのもあって、実験用の蚊、ウサ蚊っていう血を吸わない蚊を育てている種類があるんですね。そうなんですよ、なんかそれを育ててるプールがあるんですよ、はいはい、だけど絶対あの中普通の蚊もいるんですよ、はいはい、だからもう虫がすごくて、虫がすごいですねいや、もうちょっと蚊の種類もあるのびっくりでした、はい、いろんなね、ちょっと研究ができるのかもしれないですね、そういうの。わかりました。じゃあ、次どんどん行きたいと思います。はい、東大あるその3、正門の真ん中にある石につまずきがちということで、これどういうことですか。これ写真があるんですけど、はい、写真、はい、写真が、はい、写真があるんですけど、はい、正門の真ん中に丸石があって、はい、あの門を止めるための石なんですけど、はい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 、はい、あれですね、はいはいはい、あれすごいつまずくんですよつまずくんですね。え、それって田島さんだけじゃないですか。いやいや、僕はつまずいたことないんです意外と、意外とつい先週の授業でも僕の前を歩いてた人がつまずいてて、はいはい、特に1年生とかで入ったばっかで授業をギリギリに駆け込んでいくじゃないですか、はいはい、盛大に転んでる人そうなんです、ね、いや、これちょっと危ないんで、まあ、せっかくね東大に入ってから、はい、あの、もう受験受かったけどその後つまずかないようにそうですね、はい、わかりました。じゃあどんどんいきます、はい、え、その4、食堂の待機列が長すぎる。駒場って本当にお店がないんですよ、はい、だから確かにあまりないですね、あまり。そうなんですよ、はい、だから学食で食べないともういろいろないんで、はい、だから学食の列が本当に80メートル以上並んでたりする。うわー、いえ、80メートル、だいぶ並びますね、それは。学食地域ナンバーワンですかね、多分、並ぶ行列が。なるほど、うん、
生からしたら辛いですよね。辛いですよ。はい。これちょっとね、実際入った人だと分かんないですよね。確かに。はい。慶応とか並びますよね。慶応も並んでますけど、はい、慶応はキャンパスの周りにも結構いろいろお店があるので、はい、そんなに分散してますかね、結構。そうですね。面白いですね。この場にもぜひお店来てほしいな。そうですね。ちょっとぜひ飲食店の方お待ちしてます。じゃその次来ます。その後、キャンパス内にある本格フレンチレストランの影が薄すぎる。まず本格レストラン確かあるんですよ。あるんですよ。ルベソンベール駒場っていうお店なんですけど、はいはいはい、駒場以外にも本当にレストランとして店構えてる、はい、本格的なところで。そうなんですね、はいはい、でも行ったことあるっていう人本当になくて。おー、なるほど。実は僕も先週初めて行ってきたんですよ、はい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 、で食べたんですけど、ね、めちゃくちゃ美味しかった、はい、あ、美味しいんですね、はい、あら、え、ちょっとなんか高いとかなんですか、どうなんですか。ちょっと高めではあるんですけど、はいはい、でもあの学生向けにランチは1000円台であるので、はい、なるほど、はい、でバイキングとかもついてたりするので、すごい、はい、豊富かなと思います。東大構内に本格フレンチレストランがあるって情報をまず知らないと思うので、これ見てる人はぜひちょっと行ってほしいですよね、はいはい、じゃあその会議薄すぎるということでどんどんちょっと候補していきたいですが、じゃあ次行きます。東大あるあるその6、駒場東大前駅が狭すぎるということで、はいはい、あの駒場東大前、はい、急行止まらない駅なんですけど、はい、井の頭線ですよね。そうですね、はい、まあ、でも東大って生徒数結構多い大学じゃないですか。そうですよね。もう授業終わったら一気に来るんですよ、はい、だからもう危なくて、はい、結構危ないんですよね。確かにちょっと僕見たことあるんですけど、なんかホームに落ちそうな人とかなんかたまにいますよね、きっと。はい、急行を止めてほしいなって、なんかいつも思って。そうですね、はい、確かにこれちょっと大変なことですよね。はい、どんどんいきます。その7、駒場図書館の環境が微妙すぎる。駒場図書館めちゃくちゃ新しいんですよ。え、そうなの。すごい綺麗で、うん、すごいいいとこなんですけど、うん、2階から4階まで吹き抜けなんですけど、うん、あの上の階に行くほど暑くなるんですよ、はい、だから多分、まあ、気温の関係なんですけど、はいはいはい、吹き抜けだから、はい、夏とかだと4階とか本当に暑くて、はいはい、やっぱ法学の勉強してるんで法律の本とか読むんですけど、はい、4階にあるんで暑くて暑くて、しかも橋の席に行くほど Wi-Fi が弱くなるんですよ。なるほどですね、はい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 、東大って Wi-Fi が弱いことで有名で、あ、そうなんですね。はい、ユー東京 Wi-Fi って言うんですけど、はいはい、まあ、みんなユー東京弱 Wi-Fi って呼んでるんですけど、そうかけて弱い Wi-Fi かけて、あら、図書館は特に弱 Wi-Fi ですね。弱 Wi-Fi なんですね。はい、まあね、ちょっと今面白い情報もありましたけども、そこらね、改善していけたらいいですね。そうですね、はい、わかりました。次、その8ですね。千往復の縦看板の主張が強すぎる。これはどういうことですか。これはもう本当にそのまんま主張が強い看板が、はい、駒場のキャンパス入るといきなり置いてあるんですよ。どんなのあるんでしょうか。例えば政治的な主張だったり、はい、あとは大学の当局に対する主張とか、はい、まあ、文句とかも含めて、はい、そういう学生運動みたいなところですよね。そういう感じです。それがなんか東大の駒場のイメージにもなってるんです。そんなのあるんだみたいな、そういう歴史を感じることもあるんですね。確かに歴史感じますね。はい、わかりました。じゃあ次いきます。その9、一郎池という留年誘発池がある。そうなんですよ、本郷、はい、キャンパスには三種類池あるんですけど、駒場キャンパスに池があって、はい、これはなんかそれをもじって一二郎池っていうんですよ、はい、で、まあ、あの、まあ、駒場は1、2年生がいることが多いんで、はい、一二郎池なんですけど、はい、この池をですね、一人で見ると留年するっていう、はい、そういう噂があって、それちょっとあの合格サプリ TV で検証してみた企画どうですか。いや、ちょっとでもどうなんですかね。いや、ビビってるじゃないですか。ちょっと困りますね。僕そんなに留年したくないんで。怖いですね。いや、まあでも実際あのすごい駒場キャンパスの外れにあって暗いんですよ、割と。だからあそこに一人で行くっていうのはやっぱそういうことなんだろうなって思っちゃいます。逆にね、ちょっとなんか人生迷ったりするんですかね。はい、ちょっと気をつけてほしいですね、これは。はい、わかりました。じゃあその10ですね、はい、まだまだありますよ。駒場キャンパスの辛さは東大生よりも頭が良い。それはないでしょ。どういうことですか、これは。まあ、東大生って言ってもやっぱ絶起とか、はい、授業切ったりとか、はいはい、みんなしてるんで、はい、だから絶望的な気象ですね、絶起。そうですね、はい、はい、遅刻するってことなんですけど、はい、カラスの方が真面目に授業に出席してるんじゃないかって噂がありまして。そんなことありますか。まあ、カラス確かにいますもんね、ちゃんと朝からね、しっかり。そうなんです。しかもあの東大のキャラクターが、はい、ユータス君っていうんですけど、はいはい、教養学部のキャラクターなんですけど、はい、カラスなんですよね。あれペンギンじゃないですか。あれカラスなんです。あれカラスなんですね。どう見てもペンギンですね。でもなんか宇宙からやってきたっていう噂があります、ね、カラスは。それは設定じゃなくそういう噂レベルの話ですね。いや、ちょっとそれはソースがなんとも言えないんですけど。ちゃんとソースを。すごい東大生想像豊かなところでいろいろあるんですかね。まことしやかに言われてるんですね。わかりました。じゃあ次行きます。今度はあの本郷キャンパスの方ですね。東大あの3、4年生の方になりますかね。はい、本郷キャンパスあるあるその1、総合図書館の床をレッドカーペット。
これもう本当に僕も入った時めちゃくちゃ感動したんですけど、はいはい、駒場図書館ってすごい新しいんですけど、はいはいはい、もうそれとは打って変わって、はい、本郷の図書館はもう入ったらもういきなりレッドカーペットで開館からもう150年近く経ってて、はいはい、築94年なんですね、はい、すごい、そんなにも100年近くなんですね、うん、歴史ある図書館ですね、はいはい、もう歩いたらもうハリウッドスターのような気持ちが味わえるんですかね、もしかしたら、ね、なんかタイムスリップした感じになります、はいはいはい、なんか帝国の時代に帰ったんです、はい、でこれちょっとぜひあの東大見に見学する高校生が多いと思うのでこれ見てほしいですよね。あでもこの図書館が入れないんですね。えそうなんですか。許可がないと入れないみたいな。あら学生以外は、はい、なので、はい、東大入って行くっていうのは、はい、ただ私も東大のオープンキャンパスに行った時に図書館実は入ったことがあって、うん、そのレッドカーペットのね、はいなんか予約とか必要だった気はするんですけど、入れることもあるみたいなので、はいはい、皆さん行ったらいいんじゃないかなって思いますね。なるほどですね。わかりました。じゃあ次、東大前駅が最寄りじゃない。そんなことあるんですか？これトラップですよね。トラップですね、これは。東大前ってあの、はい、南北線の駅なんですけど、はい、これ近いのはあの弥生キャンパスの方なんですよ、はい、農学部とかがある、はい、で一般的な最寄りっていうのは丸の内線とか東江戸線の、はい、本郷三丁目駅なんですね、はい、おーなるほど。で東大前駅にちょっと行っちゃったら実は本郷三丁目の方が、まあ、なんか近いキャンパスはあったみたいなこともあるんですよね。はい、いやこれちょっとトラップですね。はい、じゃあ、どんどんいきます。じゃあ次はあの東大ある東大生編ということで、うん、塾講バイトのためにスーツ塾講の人がいる。東大ブランドを一番使うのってバイト、はい、やっぱり塾講師かなっていうのが確かにそうですね、はい、塾講師多いですよね。やってる人すごい多いんで、はい、スーツの人が多いんですよね、うんうん、あなるほど、はいはい、授業の時からスーツ着てきて、はい、そのままバイトに行くっていうのが、はい、東大生流の黄金ルートかな、はい、なるほど。他にもね、例えばそのチェックシャツがなんかこの制服の大学とか、まあ、ちょっといろいろありますけども、うん、まあ、東大どちらかスーツがちょっとじゃあ多めな感じですかね、まあまあ、チェックシャツもいることにはいるかもしれないですね。でもはい、なるほどなるほど、はい、まあ、でもスーツの人たちが多いと、はい、ということですね。わかりました、次いきます。クラス受講という1年生特有の制度、んこれは何ですか。東大ってクラスの文化があって、はい、1年生授業 の第二外国語ですね、はい、クラスが決まってて、はい、そのクラスで40人ぐらいなんですけど、はいはい、仲良くなってくるんですよ。いいっすね。それ以外の授業もそういうクラスで固まって受けるんで、はい、やっぱ大学っていうとなんか大勢で受ける授業とか一斉授業多かったりするんで、クラス単位で受けられるっていうのはやっぱ友達ができたりとか、なんかその辺結構メリット多そうですね。そうですね、はい、実際なんか友達とかできました？そうですね、はい、あのコロナっていうこともあって、はい、サークル以外だと本当にクラスの人としか関わることもなかったんで、はい、今でもクラスの人と一緒に受けることもあります。慶応とか結構一斉授業多いイメージありますけど。そうですね、はい、あんまりクラスで受ける授業ってなかったので、いいですね、クラスで仲良くなれていいなって思いました。あそうですね、僕もなんか未だにそう大卒業してからも何年経ちますけど、やっぱりこのクラスの友達とかやっぱ集まったりするんで、大切にしてほしいなと思いますね。東大は人数多いんですけど、そういったクラス受講があるとですね、はい、その次いきます。2年生の前期は多大より暇な人が多い。え、はい、東大ですよ、忙しいんじゃないですか、それは勉強しなきゃいけないし。 1、2年が教養学部なんで、はい、2年生の前期ってもうだいぶ行き先が決まってくる人とか、はい、もう修了要件満たしちゃう人が結構いて、はい、その人たちはすごいもう週に数回学校行きゃいいかなみたいな人もいるんですよね、はい、へえ、はい、東大生の2年生の前期はじゃ結構みんな暇なんですね。そうですよ。あら、軽いによって違って、はい、分1は結構忙しくて、はいはい、文系だと、はい、文2はすごい暇なんですよ、はいはいはい、だからみんな文ニートとか、ね、文ニートって言うんですね、週に1回とか2回ぐらいしか学校に来ない人もいますね。あ、そうなんですね、すごい。でもそこでまあ逆にね、なんかこの自分のしたい活動とかに取り組めたりもしますね。そうですね、はい、わかりました。東大いいですね、どんどん中身に迫れる気がして、うん、いいですね。次いきます。遊ぶときはマークした集合。これあるあるですね。マークしたってなんですかね。渋谷市のマークシティの1階のところのところ、はい、マークしたっていう風に、はい、上倉っていうそのクラスの先輩から配られる用語集みたいなやつにマーク下がわざわざ書いてあるぐらい有名な集合場所です、はいはいはい、じゃ あのマーク下って井の頭線とかもある、はい、あのマーク下の下にじゃあ東大生はあそこで集合してるわけですね。井の頭線で東大行けるんで、はいはいはい、なるほど。確かにあのマークシティ下で、あの僕もちょっとインタビューとかしたことあるんですけど、大体東大生ですね。あ、やっぱそう、はい、なんであの東大探したいときはマークシティおすすめですね。はい、次いきます。
逆評定買いがちということで、はいはい、逆評定っていうのは何ですか。学内のサークルが発売している授業を評価した冊子なんですけど、はいはいはい、単位の取りやすさとかに注目を置いていて、うん、この授業が神だとか、はい、仏だとか、はい、あとは鬼だとか、はい、単位の取りにくさとかに、ね、はい、そういうのが書いてあります、ね、単位のそっか取得しやすさで、まあ、鬼なのか仏なのかって書いてあるんですね、はい、すごい。これ慶応とかもありますか。はい、慶応にもそういう授業を評価するような、なんか雑誌みたいなものがあるんですけど、はいはい、逆評定っていう名前がなんか東大らしくてなんかいいですよね。あ、なるほどね、頭いいんですよ、こっちからね、はいはい、あの評価してやるぞみたいな、うん、はい、マスターはマイルストーンっていうのがあるので、はい、それをちょっと見たいと思いますね。逆評定、確かにおもろいですね、表現が。次いきます。第二外国語は1年生だけ。え、そうなんですか。そうなんですよ。え、もう意外を1年間でやるので、はいはい、週に2日とか、はい、文系だと3日とかやらなきゃいけなくて、はい、もう通称、駒場外国語大学っていう、そういうなんか、そんな風な言われ方もあるんですね。1年生の間はもう意外で頭がいっぱいですね、はい、あ、なるほどですね。いや、あの第二外国語って、まあ、皆さん大体英語とって、その後、まあ、第二外国語で中国語とか、まあ、フランス語とかいろいろ取るじゃないですか、うん、え、普通2年生とかもやって大変でしたよ、取るのは。そうなんで、1年生の時に2回って結構落としがちじゃないですか、大学生落とすと、もうその後ずっとなんか必修で溜まっていくんで、うん、もうなんかぷよぷよ消すみたいな感じでしたけど、うん、慶応語はどうなんですか。私は普通分なんですけど、はい、今も第二外国語やってますし、それでも全然マスターできてるとは思えないので、はい、まあ、1年生で全部やるなんてやっぱすごいなって思います。いや、マスターはできてる。マスターはできるかは別ですけど、はい、電車の中で流れてくる中国語の音声を聞いて、はい、知ってる単語が聞こえると嬉しいみたいな。なるほど、すごい。やっぱそういうところでちゃんとこのなんかアウトプットして行動してるらしいですね。、はい、まあ、でも2年生以降は2回なしで、まあ、自分の専攻に専念できるというのはちょっとメリットかもしれないですね。はい、はい、ました。じゃあ次いきます。〇〇語一列の意味がわからないがち。ん、これあの授業の名前があるんですけど、はい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 、その名前が英語一列とか、はい、中国語一列とか、はい、もう少し経つと中国語二列とかあるんですけど、はい、あ、もう授業名前なんですよ。それそうなんです、はいはいはい、なんで一列なのかわかんなくて、確かに二列になって何が変わったのかもわからないみたいな、はい、でももう1年過ぎちゃって、はい、何もわからないまま終わるみたいな、はいはい、そんな感じですね。あ、じゃあ結局これ謎に包まれてもわからないですね。何だったんだろうみたいな。え、これちょっと気になりますね、はい、え、これなんかちょっと知ってる人とかコメント書いてください。よかったらね、知りたいです。はい、なるほど。じゃあ、次でラストになります。必修の英語の授業で英語力上がらないがち。これあの本当に東大生みんな文明の力に頼りがちなんで、はい、DeepL っていう翻訳ソフトがあるんですけど、東大のサーバーで応答停止しちゃって、はい、東大から繋がらないみたいな。え、みんな使いすぎちゃって、はいはい、そうすると今度 Google みんな使い出すんですけど、はい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 、え、東大生みんな、え、東大生脳みそありながらその DeepL に頼って、まあみんなやっちゃってるんですか。もうやっぱそういうのあったら使うしかないじゃないですか。うわー、ちょっとまあそれも使ってるのもちょっと賢いのかどうなのかわからないですけど、まあ、あら、でも僕はちゃんとやってました。あ、ね、ちゃんとラジオネームでちゃんとやってたわけですね。はい、なるほど、わかりました。そうか、じゃあ、まあ、東大生でもちょっとそういう翻訳アプリとか使っちゃうってことですね、はい、ちょっとすごいですね。僕も東大なんかいろいろちょっと知ってたつもりだったんですけど、やっぱりこうリアルじゃないと知らない情報がたくさん出てきて、いや、僕もこうなんか勉強になりましたから、はい、なんか実際なんか どうでした。私も受験生の頃は知らなかった情報がたくさん聞けたので、はい、今日は受験生になった感じで楽しめてよかったなって思います。はい、これを見てる受験生も結構東大生だからこんな感じなんだよね、うん、身近に感じられたかもしれないですね。というわけで今回東大あるある聞いてきました。いや、東大がすごい身近に感じられるあるあるが多くて僕自身勉強になりました。東大についてもっと知りたいなとか聞きたいことがある人はコメントしてください。この動画が面白かった、参考になったと思う方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。